皆さんこんにちは、なおなお軍曹です。私は全国様々なアクアショップやアクアリスト宅訪問をしたり、また自分でも様々な水槽を立ち上げております。私のチャンネルはオールアクアリウムチャンネルとなっていますので、これからも様々なアクアリウム情報をお届けします。是非チャンネル登録よろしくお願いします。さて、今回は熊本県のグランメッセ熊本にやってまいりました。熊本といえば全国的に有名なマイメダカさんの聖地ですよね。ここで九州一のメダカイベントが行われたんです。なんとですね、全国からそうそうたるメダカ屋が大集結。見たこともない超綺麗なメダカがたくさんいます。またすごすぎるイベントが超大量ですので、ぜひ最後まで見ていってください。すごい人ですよね。でもこれまだ始まってないんですよ。開始時刻の10時を過ぎると、もう数えきれないぐらいの人が集まっております。それではですね、出店者さんもものすごい数いまして、それぞれ素敵なメダカがたくさんなので、全部はね紹介しきれないので、特に気になった子たちを中心に紹介していきたいと思います。メダカの館さん、今回のイベントにものすごいメダカを持ってきていました。シーラメダカさんはなんとオール5000円。オール5000ってすごくないですか？イベント価格ですね。はい、もう感謝祭みたいな感じですよね。はい、すごい。中にはこの子も5000円でいいんですかっていうぐらいね、本当にびっくりする子もいました。豊かなメダカさんも見たことないぐらい綺麗なオリジナルメダカがいました。皆さん見てください。メダカはここまで進化してるんですよ。本当にですね、今回の出店者さんたちは超一流の方たちですので、イベントに来られた方たちはですね、大満足していました。こちらのメダカを見た時は本当に鳥肌が止まりませんでした。まさに九州最大級のメダカイベントですよね。メダカの種類も数えきれないくらいです。これくじです。これ色ついてるやつですね。いいですね。やっぱこれぞくじって感じがしますね。結構最近はiPad でこうでそういうくじばっかりで、やっぱこういう僕大好きです、こういうの。またですね、協賛の方もかなりたくさんのものが集まっておりまして、マイメダカさんは本当にたくさんのメダカ屋さんから好かれているんだなと思いました。そして私と同じ神奈川からやってきたクローバーさんとはですね、たくさん話をしたんですけども、やはりね、地元が同じ神奈川ということで、かなり共通の話題があったので、とっても盛り上がりました。さて、いよいよ今回のイベントの主役、マイメダカさんです。見てください、この列。アクアライフの表紙を飾ったり、さまざまなところで紹介されているマイメダカさん。息を飲むほど美しいそのメダカたちを思いっきり堪能していってください。いや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 、皆さんどうでしょうか。本当にすごすぎて鳥肌ものですよね。他の出店者さんもねおっしゃっていましたが、マイメダカさんのラメはすごすぎると。本当にですね、この美しさは皆さんには生で見ていただきたいです。動画の概要欄にマイメダカさんのホームページやブログを載せておりますので、ぜひ購入してみてください。さて、販売ブース以外でもにぎわっていたのがこちら、メダカすくいです。しかも今回めちゃめちゃ綺麗な豪華なメダカすくいもあります。もうこれね、普通メダカすくいのクオリティじゃないんですよ。お店で売られててもおかしくないレベルのメダカがすくえちゃうので、かなりの人が挑戦していました。しかもね、ポイがかなり良心的なポイを使っているので、皆さん平均してね5匹ぐらいはね余裕で取れてましたよ。まだ離れないでくださいね。超豪華景品が当たるビンゴ大会やじゃんけん大会がなんと無料で楽しめるんです。こちらはじゃんけん大会やビンゴ大会の景品となっている協賛品が並んでおります。超豪華です。用意してきたビンゴカードが足らなくて急遽足したぐらい、ものすごい数の参加者です。いきなしね2連続空いて、なかなか幸先のいいスタートを切れました。そんな中ですね、もう速攻ビンゴした方がいるんです。一発目ビンゴおめでとうございます。ありがとうございます。羨ましいですね。めっちゃ綺麗なメダカをゲットされてました。私はリーチまで行ったんですがビンゴはならず、次のイベントはなんとハズレなし、各出店者さんが持ち寄った超お得なメダカくじです。どのメダカが当たっても超お得なんです。強運な方はですね1万円を超えるメダカをゲットしていました。出た、大当たり。大当たりじゃん。現地で仲良くなった熊本一のインフルエンサーリュウさんもですね挑戦していまして、かなりの大当たりを引いていました。リュウさんの YouTube もとっても面白いのでぜひ見てみてください。最後はこちらも参加無料じゃんけん大会です。よっしゃー。最初はグー、なんでよし、よっしゃー。いくよ。最初はグー、なんでよし。あー。最初はグー、なんでよし。あー。最初はグー、なんでよし。いかがだったでしょうか。マイメダカさんの秋の大感謝祭。本当にすごいイベントでしたよね。ぜひ次の機会は熊本にみんなで集まりましょう。次回ですが、マイメダカさんの直売所に訪問しました。うわー、まだなかなか公開されてないようなすごすぎるメダカをなんと特別に紹介します。気になる方はですねチャンネル登録していただいてベルマークをオンにしてお待ちください。それでは。